皆さんこんにちは、週末菜園田中です。今日は使用済みマスクを使ったスイカの空中栽培についてご紹介します。使用済みマスクを使う理由は3つあって、1つは人の匂いが残っているので、人の匂いを嫌って獣除けの効果があるっていうことです。で、2つ目は単純にもともと捨ててしまうマスクを使うことで、0円でそのマスクを活用できることです。で、最後の3つ目はスイカが空中でマスクをしている絵面がインパクトがあって面白いっていう理由があります。身の回りにある資源を活用できて、人目を引く面白くて効率的な栽培方法なので、ぜひやってみてください。空中栽培に使うスイカは小玉スイカを使います。実は去年小玉スイカではなく大玉スイカを植えてしまって、空中栽培が失敗してしまったっていう苦い思い出がありました。なので小玉スイカを使ってください。で、今回は種が小さくてそのまま食べられるというピノガールという品種のスイカと、あとラグビーボール型のマダーボールという品種の小玉スイカを種から育てました。で、ピノガールの方は植え付けの時にうまく育てることができなかったので枯れてしまったんですけど、代わりにホームセンターから紅小玉という品種の小玉スイカを買ってきて代わりに育てています。ちなみにこの空中栽培設備は作るのはすごい大変だったんですけど、一度作ってしまえば何年もそのまま使えるのでおすすめです。作り方は過去の動画で上げているので概要欄の方から見てみてください。スイカを空中栽培で育てる場合、ある程度苗が成長してつるが伸び始めてきたら、つるが上に這うように誘引する必要があります。つるを誘引するときに優しく誘引してつるを折らないようにしてください。で、つるを折ってしまうかちょっと不安な方は朝方作業するとつるに水分がたっぷり含まれている状態で折れやすいので、つるや葉っぱがぐったりしている午後に作業するといいと思います。で、次にある程度育ってくるとスイカができてきます。小玉スイカといえど2キロ近くには成長するので、スイカが重さで落ちないようにスイカを支える必要があります。今回スイカを支えるのはこの使用済みの不織布マスクを使います。マスクやマスクに使われている紐はとても丈夫な素材なので、スイカ程度の重さでは切れることはないんですけど、安すぎるマスクだとこの接合部の接着が甘くてスイカの重さに耐えられない可能性があるので、紐の接着部がしっかりとしたものを、使ってください。このマスクをぶら下がっているスイカのすぐ上にある針金やネットに固定します。マスクの片方は紐の中にマスクを入れてしっかりと固定します。マスクの紐は結構伸びるので、マスクにしっかりとスイカを乗せてあげてから、もう片方のマスクの、紐を針金やネットにしっかりと固定します。紐の結び方はこんな感じですね。マスクの紐はしっかりと固結びすればそうそう外れることはないんですけど、心配な方は結び目をちょっと工夫してみてください。最後にマスクをしっかりと広げて乗っているスイカが落ちないようにしたら完成です。こんな感じで先にマスクの紐だけ結んで、結んだ後にスイカをマスクの上に乗せる方法でも大丈夫です。どちらがやりやすいかっていうのはやってみてになるので、どっちかやりやすい方でやってみてください。このマスク掛けの作業ですけど、理想としてはスイカの大きさが拳大ぐらいの大きさになったタイミングでやった方が失敗が少ないです。大きすぎるとマスクを掛けるときに動かした時の負荷で落下してしまう危険性もありますし、逆に小さすぎると、触った時に変形の原因になったり、ちゃんとマスクに乗らなかったりするので、タイミングを見極めてマスクの作業を行ってください。で、空中栽培自体すごいメリットがある、栽培方法なので、ぜひ試してみてください。以上、使用済みマスクを使ったスイカの空中栽培の方法でした。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。